どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は新幹線の先方詳細動画を作っていきたいと思います。でこの編成過去に2度ほど組んだことがあって使用感がそこそこ良かったので今シーズンも採用したという形になっております。で馬車の継承戦法なんですけども大決戦は規定路線かと思います。でもう一つの戦法は一騎当選のような突撃戦法であったりだとかあと欠陣争奪のようなですね通常攻撃をサポートするような戦法を覚えさせるっていうのが一般的かと思うんですけども今回は故郷ヨーヨーを採用しました。これによってですね封印体制ができるということで一騎昇天のような戦法で一方的に、やられてしまうみたいなことがですねないようにということで作りました。まあ多分ですね、火力を上げるような戦法の方がいいんだろうなと思うんですけども割とその封印でやられてっていうのにストレスを感じる方なので火力っていう面を犠牲にしてですね安定感を取ったということになっております。で馬に関しては武将3人ともランダがついている馬というのに乗ってるということになってます。これによって手数が増えるので勘銀兵によるですね強行付与っていう確率が飛躍的に上がるんじゃないかなと思っております。まあこの辺は苦労して取ったんでねこれが生きてくれると大変ありがたいかなと思います。他は取り立てて普通の新幹線と変わったところはないかなと思うんですけども、まあ凸は結構進んでる形になってます。光月への凸っていうのは進んでてもあんまり旨味がないんですけども、勘銀兵の凸っていうのはですね、これだけ進んでるとなかなか強いということになっております。で、アニメーションも開放してるということでですね、この勘銀兵をどの編成に使うのかっていうのがですね、共存編成を組む上で大事になってくるかなと思うんですけども、この新幹線という選択が正しかったのかどうかっていうのもですね、ジャッジしていただけたらなと思ってます。でですね、この故郷用のところって、シーズン12だったらですね、各市長奉仕というですね、馬運力のですね、固有戦法を継承戦法として購入みたいな形でですね、覚えさせるのもありかと思うんですけども、まあ、ただ、先ほど言った通りね、僕、意気消停に弱いみたいなのが本当にストレスが溜まりますので、採用しなかったという形になっております。多分、マックスで強いのは、各市長奉仕を覚えさせるバージョンというのもですね、覚えておいていただけたらなと思います。でですね、この動画はですね、何日にもわたって撮ってるということになってますので、やっぱり戦法詳細を確認していただいてるときにですね、なんかそれさっき聞いたよとかですね、あれちょっとさっき言ってたことと違わないみたいなことがですね、どうしてもあるかもしれないので、その点はご了承いただきながら見ていただけたらと思います。そしたら始めていきましょう。こちら呂布三世との対決ということなんですけど、勝ってるんですけど、かなり削られてますね。あまり凸が進んでない呂布三世ではあるんですけど、一騎当選が5回発動ということで、かなり吹いた結果ですね、こちら全体的に削られてしまったということですね。やっぱり呂布三世はめんどくさい編成ですよね。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、負けてますね。かなり赤い呂布三世でしょうがない部分はあるかなと思うんですけども、騎兵に対してこの結果はなんとも不甲斐ないかなといったところですね。まあ、閣下がいるバージョンということになってますので、制御で抑えられないというのも範囲の一つになってるんじゃないかと思います。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、勝ってますね。ただですね、かなり削られてるっていうことですね。最初の兵力というのも相手若干低いので、これがマックスでの勝負っていうことになってたら、もしかしたら厳しかったかもしれないですね。こちら、呂布三世との対決ということなんですけども、勝ってはいますけども、かなり削られてるっていったところですね。凸はそんなに進んでないんですけども、これだけしっかり削ってくるっていうことでですね、やっぱり呂布三世はめんどくさい編成ですよね。こちら、斬首騎との対決ということなんですけども、勝ってはいますが、かなり削られてますよね。意気昇天も閣下のせいで刺さらないということになってるんで、あと一歩で抜かれてたなっていうぐらいですね、馬長が削られてしまってるということですね。こちら、延期騎との対決ということなんですけど、負けてますね。速攻型対決で、こちらの方が兵士的に有利なんですけど、それでも負けちゃってます。結構ね、この延期騎と戦った時って、してやられるんですよね。こちらが使ってた時っていうのは、あまり活躍が見込めなかったのに、なんか違う部分があるのか、それともその隣の芝は青いなのか、わかりませんけども、今回もですね、綺麗に負けちゃってるっていうことです。こちら、延期騎との対決ということなんですけど、勝ってはいますが、2万から削られてるっていうことなんですよね。で、相手の初期兵力っていうのが2万ということを考えるとですね、これ本当に勝てたのかというところがですね、怪しくなってきますよね。で、一応3ターン決着で消耗古城2回打ててるんですけど、で、1ターン目にも打ててるんですよね。ただですね、やっぱ相手の方が先に動くっていうことでですね、1ターン目にがっつりと削られて、こういった結果になってるんじゃないかと思います。速攻型の恐ろしいところですね。
こちらは菅勇気との対決ということなんですけども、圧勝ですね。まあ得意な相手ではあるんですけどね、騎兵でさらに意気消沈に弱い相手ということになってるんで、お得意様ではあるんですけども、こちらの初期兵力が1万1200しかない状態でも勝てるということになりますので、相手からしたらやってられないかなと思いますね。こちらゴキバとの対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。得意な騎兵ということではあるんですけども、速攻型の中でも火力が特に出るゴキバということになりますと、なかなかきついですよね。意気消沈がですね、孫昌公に刺さらないよう呼吸ヨーヨーも覚えさせられてるっていうところがあって、結構しんどかったんですけども、ただですね、菅銀兵が1ターン目動けたにもかかわらず、こういう戦法も継承戦法も一切発動できなかったっていうのもですね、敗因として大きいんじゃないかなと思いますね。ここでちゃんと発動して制御をかけられるか否かっていうのがですね、この新幹走のやっぱり勝負の分かれ目になるかなと思います。ここは発動できたらどういった部隊にも結構ええ勝負するし、発動できなかったら勝てるはずの相手にも負けるっていうのがこの新幹走になってるんじゃないかと思います。こちらゴキバとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。得意な騎兵プラスアルファ意気消沈が孫昌公にぶっ刺さってという形でですね、ほぼ削らせずに勝ててるということですね。こちらゴキバとの対決ということなんですけども、大幅に負けてるというところですね。やっぱりコケヨーヨー積まれてるゴキバってなるとやっぱり厳しいんですけども、菅銀兵がね、一旦目にこういう戦法を打てるかどうかっていうところですよね。 60% の確率で打てるということになってますので、ここ突破できたらね、勝ててたんじゃないかなと思うんですけどね。こちらは大領衆との対決ということなんですけども、圧勝ですね。やっぱり大支持のがメインの編成ということですと、意気消沈が重くそ刺さるので、こういった結果になることが多いということですね。こちら古神器との対決ということなんですけども、圧勝ですね。かなり赤い古神器ではあるんですけども、古神弓と比べてですね、さらに封印に弱くなってますよね。大支持はもちろんのこと、艦内に関しても突撃戦法をしっかり積んでるタイプということになってるので、こちらの意気消沈がかなり刺さってるんだと思いますね。こちら古神器との対決ということなんですけど、圧勝ですね。なんとノーダメージで勝ててるということになってます。この古神器っていうのは速攻型の中でも特に意気消沈に弱いんじゃないかなっていう部隊になってますので、それ持ってますし、しかもこっち槍っていうことでですね、こういった展開になるということですね。こちら古神器との対決ということなんですけども、勝ってますね。この編成に対しては多分負けることないんじゃないかっていうぐらいですね、やっぱり意気消沈の安定感っていうのがでかいですよね。で、大支持艦内両方に入ればベストなんですけど、片方に入ったとて相手にしては痛いっていうことでですね、で、さらに槍っていうこともあってですね、この舞台に負けることはほとんどないんじゃないかと思われます。こちらは古神器との対決ということなんですけども、圧勝ですね。騎兵で意気消沈に弱い舞台ということになりますので、十中八九はこういう結果になるんじゃないかと思います。こちら古神器との対決ということなんですけど、勝ってはいますが結構削られてますよね。なんで得意な相手ではあるかなと思うんですけども、何か一つうまいこといかないみたいな展開になるとですね、油断してるとやっぱり火力はすごいんでね、大きく削られるということになります。こちらはテイク三星人との対決ということなんですけども、負けてますね。結構この編成強いですよね。槍の編成なのでいけるかなと思ったんですけども、やっぱり残壁砲でですね、序盤の火力っていうのはかなり抑えられてしまうところはありますし、で、相手もですね、菅銀兵がいるということでですね、強行かけられちゃうとこっち結構動けないみたいな編成になってますので、こういった結果になってるんじゃないかなと思いますね。ただこっちも一応菅銀兵のこういう戦法発動してますので、力負けしたかなっていう印象がありますね。あまり見かけない編成ではあるんですけども、見かけたら避けたいなっていう印象がありますね。こちら菅銀兵三世との対決ということなんですけど、圧勝ですね。ただの位置も削らしてないということですね。菅銀兵三世は非常に封印に弱いですし、さらに騎兵ということでかなりお得意様な相手ということになってます。こちら洞察層との対決ということなんですけども、勝ってますね。相手制御にかけにくいということになってるので、結構厳しいかなと思ったんですけども、それでもこんな感じでですね、ご両親で勝ててしまうということでですね、この新幹走の火力の高さっていうのが伺えるかなと思いますね。得意な部分っていうのを抑えられてもですね、それでもなおかつ兵士適正的に有利なら勝ってしまうっていうところがあります。こちら洞察機との対決ということなんですけども、勝ってますね。なかなかこの洞察機に負けるっていう未来はなさそうな感じはするんですけどね。結構耐久寄りの万能型とは思うんですけども、騎兵ということでですね、こんな感じで押し切れてるんだと思います。
こちら不機器との対決ということなんですけども、ボコボコにやられてますね。5000も削れてないっていうことで、これは結構痛い負け方かなと思いますね。特に凸が進んでるわけでもない不機器なんですけども、こんな感じでですね、跳ね返されてしまうのは、やっぱり強行付与とか意気消点というのがですね、うまく働いてないからだと思いますね。なかなか厄介な編成だと思います。こちら SP 技法機との対決ということなんですけども、負けてますね。本当に何もできてないなっていうところがありますよね。こちらの編成は本当に硬いですよね。もうどうしようもないところはあると思います。こちら SP 技法機との対決ということなんですけど、なんと勝ってるんですよね。線も削られてないです。で、相当赤い SP 技法機なんですけども、まあ槍ということでね、得意っていう部分はあるかもしれないんですけども、今まで何度となく戦ってきて、こういった展開っていうのはかなり珍しかったので、レアケースっていうことにはなると思うんですけど、やっぱりこういう勝ち方ができる可能性があるっていうことがですね、この新感想の強みになってるんじゃないかと思います。こちら SP 技法機との対決ということなんですけど、優勢引き分けということですね。もう少しで削り切れたというところではあるんですけども、やっぱり SP 純育の場合はですね、強行とかを跳ね返すっていうところがあるので、不機器よりはこの SP 技法機の方がやりやすい相手なのかもしれないですね。こちらトーエンタとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。1万も削られてないということになってます。漢字絵があるんでね、手数の多いこちらの場合ですね、結構回復されてしまうっていうところはあるんですけども、今回はそうならずにですね、回復されまくる前に倒しきったっていうところがありますね。こちらトーエンタとの対決ということなんですけども、負けてますね。相手2万もない状態からスタートだったにもかかわらずですね、こんな感じで負けてるっていうことで、結構盾はやりにくいと感じるところはありますね。奇形陣が刺さってですね、馬長で火力が出せてないっていうところがあると思います。こちらはトーエンタとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。先方はしっかり揃ってる相手ということなんですけども、やっぱり兵法書が解放できてないっていうのもあってですね、ってなるとですね、こういった感じで圧勝できるという感じになると思います。こちらトーエンタとの対決ということなんですけど、負けてます。真っ赤なトーエンタって本当強いですよね。肝心炎でかなり回復されてますし、やっぱり盾は相手にしない方がいいなっていうところですね。こちらトーエンタとの対決ということなんですけど、なんと勝ってるんですよね。まあただ大きく削られてますし、その関がですね、こういう戦法もバンプ不動も一回も発動してないということで、かなり下振れた結果ということになってますから、毎回こういった結果にならないということですね。相手からしたらこの負けは納得いかないんじゃないかと思います。こちらは食卓との対決ということなんですけども、圧勝してますね。こういった感じで苦手っぽい盾に対してもですね、ポコッとこんな感じで解消できるっていうのがですね、新感想のいいところだと思いますね。こちら食卓との対決ということなんですけども、負けてますね。半分ぐらいは削ったんですけど、やっぱり苦手な肝心鋭であるだとか、異防必死水路断絶が3回も発動されてしまうと、ちょっと厳しいかなっていったところですね。こちらは食盾との対決ということなんですけども、圧勝ですね。食盾も結構硬くてですね、めんどくさい相手かなとは思うんですけども、大火薬場を持ってるということでですね、こちらにとってはですね、そこまで痛くなかったのかなという気がしますね。魚敵とか残飛とかだったらですね、同じ結果にはなってないかなと思います。こちらはドクタテとの対決ということなんですけども、ほぼ何もさせずに勝ってるということですね。そこまで得意な相手ではないかなと思うんですけども、やっぱり強行っていうのがしっかり刺さった結果ですね、核が何もしてないっていうことですよね。それによってこういった対象が生まれたんじゃないかと思います。こちらはドクタテとの対決ということなんですけども、勝ってますね。投降兵は積まれてるんですけども、やっぱりレベリングがあんまり進んでないっていうのも大きいかもしれないですね。42レベルで兵法書も解放してないっていうことですからね。やっぱりこうなってくるとですね、メタ戦法を積んでても勝てないっていうことになるんじゃないかと思います。ただ半分以上は削られてますね。こちらドクタテとの対決ということなんですけども、負けてますね。1万も削れてないっていうことで、かなり厄介な相手かなと思いますね。やっぱイブ軍民残壁砲、この2枚積まれてたらですね、序盤にダメージっていうのはほぼ通らないんじゃないかなと思いますね。こちら天候聴覚盾との対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000ぐらいしか削られてないっていうことなんですけども、8ターンかかってこれということになってるんですね。やっぱり勘銀兵の固有戦法って恐ろしいなと思いますね。ぶっ刺さるとですね、こういった明らかに苦手だろうなっていう相手にもですね、何もさせずにこんな感じで圧勝してしまうっていうことですね。これはなかなか病みつきになる戦法かなと思います。こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、ボロボロにやられてますね。投降兵でも肝心兵でもないということではあるんですけども、こんな感じで一方的にやられるということでですね、法政三地聖人であるだとか天候聴覚隊っていうのはいつまでも戦場にいるような感じがしますね。
こちらは天候超格闘の対決ということなんですけども、何もできずに負けてますね。相手ほとんど突進んでないんですけども、やっぱり盾っていうだけで苦手なのに、さらに投降兵までついてるっていうことだとですね、ほぼノーチャンスなのかもしれないですね。こちら法政三聖人との対決ということなんですけども、負けてますね。肝心絵っていうのが相手の手数に応じて回復量が決まってくるみたいなところがありますので、あえて手数を増やしているこちらの部隊とはですね、非常に相性がいいということになりますよね。でさらにですね、法政の回復もありますしということでですね、しっかりと回復された上でですね、相手の聴覚もですね、固有戦法をしっかり発動してですね、負けちゃってるっていうことですね。結構盾の編成は苦手なんかなっていう印象がありますね。こちらは法政三聖人との対決ということなんですけども、勝ってますね。しかもほぼ削られてないっていうことでですね、こういった勝ち方は割と珍しいかなと思うんですけども、やっぱり消耗古城がきっちり発動するとですね、たまにこういった結果をもたらしてくれるっていうのが魅力の編成ですよね。こちらはタイタットの対決ということなんですけども、負けてますね。投降兵を積んでるバージョンということでしょうがないかなって思うんですけども、それでもですね、かなり削ってくれてますよね。2万近く削ってるっていうことになってるので、投降兵相手にこれだったらですね、まあ大活躍って言ってもいいんじゃないでしょうかね。こちらタイタットの対決ということなんですけども、負けてますね。かなり赤いタイタットということになってて、やっぱり強行かけてもあんまり意味がないっていうことでですね、全然歯が立ってない感じがしますね。こちらタイタットの対決ということなんですけども、負けてますね。特に投降兵が積まれてるっていうわけでもないんですけども、やっぱり硬い編成ですよね。そのイブ軍民や奉仕陣でですね、固めた上にですね、芝居にはダメージが活目相対のせいでですね、回避されるということでですね、うまく削れずに負けてるというところですね。芝居早々無凸ということなんですけど、こんな感じで勝てないということですね。こちらタイタットの対決ということなんですけども、負けてます。特に凸が進んでるわけではなくて、投降兵もないということでも、こんな感じでちょっと厳しいということになってますので、タイタット関係はちょっと相手にしない方がいいのかもしれないですね。こちらはタイタットの対決ということなんですけども、ボッコボコにやられてますね。全然凸が進んでないタイタットということなんですけども、それでもやっぱり投降兵付きは勝てないなっていうところですね。こちらジョータとの対決ということなんですけど、負けてますね。手痛くやられてますね。ほとんど削れてないです。やっぱり投降兵ということでですね、もともと盾が苦手なのに、さらに投降兵ということだと、まあこういった結果になるでしょうね。でこちらは核が SP 閣下になった技法タットの対決ということなんですけども、圧勝してますね。以上、耐久力が上がる戦法が K1 陣だけということになってますので、ってなるとですね、効果力の舞台っていうことになると抜けるという形につながってるんじゃないかなと思いますね。残壁砲とかが入ってるとですね、ちょっと厳しいかもしれないですね。こちら小枝盾との対決ということなんですけども、負けてますね。真っ赤な小枝盾と言いますと、平人ダメージにはかなり強いということになりますので、これはまあ絆効果と転移の固有戦法でっていうことなんですけど、で手数も多いということでですね、ちょっと苦手な相手ということにつながると思います。ただそれでも2万5000ぐらいは削ってるっていうことで、大健闘なんじゃないかなと思いますね。こちら聴覚武法人との対決ということなんですけども、負けてます。ただ投降兵積まれてる相手に対してですね、半分ぐらい削れてるっていうのはですね、やっぱりこうご利用しパワーっていうのはかなり効いてるんだろうなっていうところですね。こちら川柳聴覚隊との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この編成相当強いので、こんな感じで優勢で引き分けられたのは嬉しいですね。まあ、ただ聴覚のこういう戦法が1回しか発動してないっていうのが起因してるんじゃないかと思います。こちらは定歩を使った川柳人との対決ということなんですけども、負けてますね。何にもできてないということになってます。一応勘銀兵の固有戦法3回発動してるっていうことではあるんですけどね、やっぱり5ターン継戦ということでですね、ってなるとですね、その空いたターンでやられるっていうことでですね、赤いこういった川柳系の舞台っていうのはですね、勝負しない方が良さそうですね。こちらはノバ軍隊との対決ということなんですけども、負けてますね。やっぱりこの編成盾は苦手ですね。結構制御かけられたらなんとかなりそうな相手ではあるんですけども、こんな感じで一方的にやられてるっていうことですね。肝心鋭がやっぱ怖いですね。こちら古神弓との対決ということなんですけど、負けてはいますが相当削ってますよね。かなり赤い古神弓ということになってるので、これは万々歳な結果と言ってもいいかもしれないですね。古神弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。3000ちょいしか削らせてないということになってます。で一応3ターン決着なんですけども、勘銀兵が1ターン目に打てたっていうのが大きいですね。ほぼ相手に何もさせてないっていうところがあります。さらに意気消沈で対指示も抑えてるっていうところになってますので、まあ、ちゃんとですね、戦法が発動しさえしたらですね、そのこんな感じで弓の編成でも完封に近い形で勝てるということですね。
こちら古新弓との対決ということなんですけども、負けてはいますが兵損は同じぐらいということでですね、何か一つ変われば抜けてたかなっていうところでですね、結構残念な結果になってしまいましたね。こちら古新弓との対決ということなんですけども、負けてますね。半分も削れてないというところでですね、なかなか残念な結果かなと思うんですけども、やっぱり勸玄兵がね、1段目に先鋒発動できないみたいなことになった上にですね、1段目で落とされるみたいなことがあるとですね、結構しんどいですよね。3段決着なんですけど、相手はハグ印象3回発動してるんですけど、こちらはね、特に何も発動できてないっていうところでですね、こういった結果になってしまってるんだと思います。こちらは古新弓との対決ということなんですけども、負けてますね。半分ぐらいしか削れてないということなんで、まあやっぱりね、古新弓に対してはですね、得意な戦法っていうのは積んではいるんですけども、その対心でですね、意気消沈なんかかからなければもう全然ダメっていうことですね。こちら麒麟弓との対決ということなんですけども、何もさせてもらえずに負けてるということですね。全然凸が進んでないっていうところではあるんですけども、やっぱりこっちの編成は勸玄兵次第っていうところがあるんですよね。勸玄兵が先鋒を打てないとまるで何もできないっていうことになることが多いですね。こちら麒麟弓との対決ということなんですけども、負けてはいますが残り3000まで削ってるっていうことですね。まあ残壁気泡がないバージョンの麒麟弓ということなので、削りやすかった部分はあるかもしれないんですけども、しっかり赤い相手ということになってますので、こんな感じで思いっきり削れるっていうのはですね、この新感想の強みかなと思います。こちらは麒麟弓との対決ということなんですけども、負けてますね。ただ半分ぐらいは削ってます。残壁砲を持ってる麒麟弓で半分削れたっていうことだったら、まあ良しとせないかんかもしれないですね。そもそもが苦手な弓ですしね。こちらは麒麟弓との対決ということなんですけども、負けてはいますが2万近く削ってるっていうことでですね、弓相手っていうことだと負けることもやっぱり当然多いんですけども、大きく削ってくることも多いということになってます。こちらは天皇弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。まあそこまでですね、凸が進んでないっていうわけでもないかなと思うんですけども、こちら意気消沈積んでるんで、やっぱり孫権に対してメタになってるっていうことなんですかね。こういった感じでですね、1万も削られずに勝ってるということですね。こちら天皇弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということなんですが、3桁まで削られてるのでもう負けに等しいんじゃないかなと思いますね。凸が進んではなくて、でさらに孫権は意気消沈に対してですね、だいぶ苦手ではあるんですけども、こんな感じで、全然勝てなかったっていうのはですね、勸玄兵が思ったように戦法が発動できなかったからだと思います。こちらは天皇弓との対決ということなんですけども、負けてはいますが半分以上は削ってるっていうことですね。まあ突さっていう部分もあるかもしれないんですけども、意気消沈にちょっと弱めの舞台ということでですね、こういった感じでしっかりと削れたんだと思います。こちら天皇弓との対決ということなんですけども、負けてますね。やっぱり強テンプレの弓編成ということでですね、凸が進んでなくてもしっかり強いなと思ったんですけど、まあそれでも半分ぐらいは削れてるので大健闘かなと思いますね。こちら大帝弓との対決ということになってるんですけども、圧勝してますね。これは意外だったかなっていうところなんですけど、これもですね、やっぱり勸玄兵が吹くということですね。強行がバッチリハマるとですね、こんな感じで勝てることもあるということですね。こちら大帝弓との対決ということなんですけども、負けてますが、これも8級ありということで、しかも相手兵力ほぼフルということでですね、で6900まで追い詰めてるっていうことで、これもまあ大成功って言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。なので盾より弓の方がまだマシっていう感覚すらあるっていうことですね。こちらは SP トトコとの対決ということなんですけども、負けてます。まあ結構削ったは削ったんですけどね。で、トツがあまり進んでないっていうところもあってですね、もうちょっと頑張ってほしかったかなって思える部分でもあります。こちらは SP トトコとの対決ということなんですけども、負けてますね。この編成も最近ちらほらと見かけるようになったかなと思うんですけども、まあそれでも2万近く削ったということでですね、だいぶ頑張ってくれたかなっていう気はします。こちら SP トトクとの対決ということなんですけども、負けてますね。ほぼ削れてないということです。マッカということもあって、この編成本当に強いなと思いますね。共存度っていうのはかなり低いんですけども、組めばですね、活躍してくれる編成だなと思いますね。こちら SP トトクとの対決ということなんですけど、勝ってますね。2000も削られてないということになってます。しっかりと継承戦法も積まれてるんですけどね。やっぱりこの新感想の速攻性っていうところとですね、その制御かけられた時にですね、何もできなくなってしまうっていうところがですね、相手からしたらちょっとやりにくいところはあると思います。
こちらは軍弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1万も削らせてないということになってます。突差はあるにせよですね、こういった感じの苦手な弓の編成にですね、一方的に勝ててるっていうのはですね、やはり気持ちいいですね。この新感想っていう編成はあんまり相手がどうとかいうのは関係ないんかもしれないですね。こちらが先方発動できれば勝つし、発動できなければ負けるみたいな感じの舞台になってるんじゃないかと思います。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、負けてはいますが2枚以上削ってるっていうことですね。弓でぶつけてきてこれだけ削られるとですね、相手の方もですね、勝ったはいいけどもあんまり気持ちは良くないなっていう感想を持ってもらえるんじゃないかなと思いますね。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。苦手な弓でさらに相手これ8球ありということになってるので、それでもこんな感じでですね、半分ぐらいは削られてますが勝てるということでですね、やっぱこの新感想がですね、なんかいろんな舞台と戦えてちょっと逃げたくないなって思えるような舞台というのが分かってもらえると思います。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけど、負けてますね。半分も削れてないということになってます。まあ兵士適正的に不利ですし、これだけ赤いということだとしょうがない部分はあると思います。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、負けてます。まあかなり削ったんでね、これぐらいだったらまあ OK かなっていうところではあるんですけどね、やっぱり爪痕残せず負けるっていうのが一番屈辱的なので、そういう展開にはなってないということですね。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、なんと勝ってるんですよね。かなり突は進んでる相手かなと思うんですけども、ギリ勝つことができてるっていうことでですね、こちらも制御部隊ということになってるので、ツモにはまらなければですね、こちらでかなり削れるということですね。こちら五雷平月級との対決ということなんですけども、ボコボコにやられてますね。1万も削れてないということになってます。相手まあ赤いんですけどね、やっぱり朝鮮の固有戦法6回も発動されてしまうとですね、なかなか厳しいなっていうところですね。まあそもそもの発動率は結構高いので、むちゃくちゃ上振れてるっていうわけではないかもしれないんですけども、一方やっぱりこっち韓銀兵のね、固有戦法を打たせてもらえないとこういった結果になるということですね。こちら五雷平月級との対決ということなんですけども、負けてますね。一方的にボコられてるっていうところはあるんですけども、やっぱり制御食らっちゃうとこうなってしまいますよね。ただこちらに関してもですね、制御付与できたらですね、そこまで硬い相手ではないので、削れるシーンというのも結構あるんですけどね、今回はうまくいきませんでしたね。こちら五雷平月級との対決ということなんですけども、負けてます。まあこちらに関してもですね、かなり削ったということでですね、相手からしたらですね、得意な槍に突っ込んだのにこんだけ兵損出たらっていうことでですね、あんまり面白くないんじゃないかと思いますね。こちら高眼球との対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。兵士的には苦手な相手ということになるんですけども、制御がかからなければなんとかなる時もあるというのがですね、特徴かなと思うんですが、普通に制御をかけられまくってこっち先方発動できずに負けということになっちゃってますね。こちら高眼球との対決ということなんですけども、勝ってますね。制御付与してくるタイプの舞台ということでですね、制御にかからなければ耐久力はそこまで高くない相手ということでですね、苦手な弓だったとしてもですね、抜けるということみたいですね。こちら SP 技法級との対決ということなんですけども、ボコボコにやられてますね。ただでさえ鬱陶しい SP 技法がですね、兵士適正的に苦手な弓に変わったということでですね、勝てる見込みはほとんどないんじゃないかなと思います。こちらは朝鮮を主将とした川柳人の編成との対決ということなんですけども、何もできずに負けてますね。位置も削れてないということになってます。で、内容を見るとですね、一旦決着ということなんですけども、相手が白馬義銃で先に動いて、で、関連がですね、継承戦法2つともですね、しっかり発動して、で、白雲衣装がですね、馬長に刺さった結果っていうことでですね、こんな感じに一方的にやられるっていうことでですね、ここら辺がやっぱり速攻型の弱点ですよね。耐久力がまるでないので、こういうツボにはまった相手にはですね、簡単にやられてしまうっていうところがあります。こちら最終層との対決ということなんですけど、勝ってるんですね。まあ相当強いね、槍の編成ということはあるんですけども、ほぼ並走なく勝ったっていうのは気持ちいいですね。こちら最春層との対決ということなんですけども、勝ってますね。まあ、突破っていうのは結構あるんですけども、そこそこ突破が進んだ最春層に対してですね、こういった形で、まあ、大きくですね、兵損に差をつけて勝てたっていうのは嬉しいですね。こちら浮上偽装との対決ということなんですけども、勝ってますね。相手の編成かなり強いんですけどね、騎兵陣も積まれてるということで、こちらの馬長の火力っていうのは出ないんですけども、韓銀兵がね、固有戦法3回打って1万5千ぐらい削ってるっていうことでですね、やっぱりワンアタッカーの編成ではないっていうことですよね。馬長が抑えられても韓銀兵が頑張ってくれたら、こんな感じで圧勝できるということですね。
でこちら浮上偽装との対決ということなんですけども、圧勝ですね。気持ちよく勝ててるわけなんですけども、相手真っ赤なんでね、これは励みになるなっていうところはありますね。新幹線今シーズンかなり活躍してるって言ってもいいぐらいの戦績を残してくれてますね。こちら浮上偽装との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1000ちょいしか削られてないということでですね、まあその凸があまり進んでないっていうところはあるんですけども、これだけ一方的に勝てるということでですね、やっぱりこの新幹線強いですよね。僕はなんかこのままずっと愛用していくんじゃないかっていうような気がしてます。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、ボコボコにやられてますね。まあ4ターン中4回リクソンが固有戦法を打ってるっていうのと、カン・ギンペイが1ターン目に固有戦法を打てないっていうですね、まあこういった状況だったらしょうがないかなっていう気がしますね。本当にカン・ギンペイ次第の編成かなと思います。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、負けてますね。同じ槍ということで、兵士適性的にはイーブンではあるんですけど、やっぱりイブ軍民、残壁砲、奉仕陣というですね、硬くなる編成3つも積まれてるとですね、なかなかしんどいところがありますよね。やっぱ後半ターンにかけても火力が出せないとなかなか抜けないなっていう印象があります。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、解消ですね、3000ぐらいしか削られてないということになってます。ヤリクソンに対してはあまり得意意識はないんですけども、やっぱり消耗補助の刺され方次第っていうところはあるかなと思いますね。ここがうまくいけばですね、こんな感じで解消することもできるということですね。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、負けてますね。一方的にボコボコにやられてるっていうことですね。まあ本来はこういった形が多いんじゃないかなと思いますね。勝てることの方が珍しいと思います。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、勝ててますね。そこまで得意な相手ではないんですけど、やっぱりカン・ギンペイの固有戦法がちゃんと先に発動してくれたらですね、こういった感じで勝てるということですね。こちらは同殺層との対決ということなんですけども、負けてますね。同系統の編成ではあるかなと思うんですけども、やっぱり強行がかけにくい関羽の短期戦利と趙雲ということでですね、こういった部隊と勝負すると勝てることあんまないんじゃないかなと思いますね。カン・ギンペイの固有戦法っていうのが生きてこないですよね。こちら洞察層との対決ということなんですけども、負けてますね。でかなり赤い洞察層ではあるんですけども、やっぱり強行とかかけられない超運とか短期戦利があって、これだけ削れてるっていうことでですね、まあ合格って言ってもいいかもしれないですね。こちら洞察層との対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。これはひどいですね。3000も削れてないということになってますので、まあ奇形陣なんかがあるんでね、馬長の火力っていうのがかなり抑えられてしまった結果かなと思います。こちら浮上長宗との対決ということなんですけども、圧勝ですね。奇形陣積まれてるので馬長の火力っていうのはかなり抑えられるんですけども、こちらの編成っていうのはですね、やっぱりカン・ギンペイもアタッカーとしてしっかり効いてるんだろうなっていうのが分かりますよね。奇形陣だけではちょっと抑えにくい編成かもしれないですね。こちら浮上長宗との対決ということなんですけども、圧勝してますね。奇形陣とかが思いっきり馬長に刺さりそうな感じがするんですけども、それでも強引に勝ち切ってしまうっていうことでですね、やっぱり火力はとんでもない部隊なんだろうなと思いますね。でさらにカン・ギンペイもですね、消耗孤児と戦軍一掃でですね、かなり削ってるっていう部分がありますので、奇形陣だけで抑えられる部隊ではないかもしれないですね。こちらは食槍との対決ということなんですけども、勝ってますね。チョーンが結構鬱陶しいかなと思うんですけどね、制御にかけられないんでね。ただまあその相手の消耗孤児が一回も発動してないみたいなところも大きかったのかなと思いますけどね。相手全然戦法発動できてないですよね。こちら天下層との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1000ぐらいしか削られてないということになってますね。天下層久しぶりに見たんですけども、やっぱり最新シーズンの相手とかになってきたらですね、なかなか厳しいところはあるかもしれないですね。こちらは川柳陣での槍編成ということなんですけども、負けてますね。ただ兵損の方はこちらの方が稼いでるので、ちょっと当たりどころが悪かったかなっていうところはあるんですけども、ただですね、これ一騎昇天がうまく馬長に当たってるんですよね。にもかかわらずこんな感じで負けてるっていうことで、こちらの編成多分相当強い編成だと思いますね。こちら北伐層との対決ということなんですけど、勝ってますね。相手奇形陣とか積んでるのでちょっと厄介かなって思いつつですね、ただやっぱりアクティブ戦法メインということになってますので、そのカン・ギンペイの固有戦法が思いっきり刺さるということですね。カンコも長砲も固有戦法がほぼ打てずにですね、こんな感じで圧勝できてるっていうところです。槍との対決ということなんですけども、勝ってますね。最初の兵力2万しかなかったんですけど、それでも勝ててるということですね。こちらの編成に関しては SP 諸葛亮が登場した段階では一番よく使われてる編成ではあったんですけども、ちょっといまいちだったのか、あまり見かけることがない編成になっちゃってますよね。で今回もですね、同じ職の槍編成ということなんですけども、こちらに軍配が上がってるということです。
こちらは新感想の光月衛が義援になってるバージョンとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。かなり似てる編成かなとは思うんですけども、相手の方は青春編なんかを積んでる関係でですね、ちょっと回復もできますよっていう万能型よりの速攻型になってるんじゃないかなと思います。でこちらがですね、完全速攻型ということでですね、抜いてしまったという形になってると思います。こちらは新感想の光月衛が義援になってるバージョンとの対決ということなんですけども、圧勝ということになってますね。やっぱり新感想は最後の一人光月衛が一番ベターと言いますかね、強いと言いますか使いやすいのかなというふうに思わさられる戦法ですね。こちら新感想の光月衛が義援になってるバージョンとの対決ということなんですけども、負けてるんですよね。でこちらの方が勘銀兵はこういう戦法を打ててるんですけども、うまく強行が付与できなかったんでしょうね。割と相手がしっかり動いてですね、負けちゃってるっていうことになってます。こちら食槍との対決ということなんですけども、負けてますね。やっぱり危険陣積んでたりだとか、あとチョーンがいるので制御にかからないみたいなところがあってですね、割と苦手な相手かなと思いますね。また勘銀兵お互いいるんですけど、向こうの勘銀兵が固有戦法を4回も発動してるということでですね、ちょっとこっち動きにくかったのかなというところですね。はい、いかがだったでしょうか。この動画を作る前まではですね、結構いい編成だなって思ってたんですけども、数字を見るとですね、全然だなっていう気がしませんかね。騎兵に対してはですね、優勢引き分け以上率 72% ということで、これはまあ文句ないかなって思うんですけども、まあ同じ槍と対戦した時にですね、優勢引き分け以上率 63% というですね、ちょっと残念な結果になってますし、残りの2つに関してはですね、40% 切ってるということで、かなり低いということになってます。まあこれ同じぐらいの突数の部隊だったらかなり成績がいいということになってると思うんですけども、これランダムでぶつけてると言いますか、闇鍋的に戦った結果ということになってますので、まあ全体突数が13以下の部隊っていうのも数多く存在してたんですよね。それは今まで見ていただいたらわかるんじゃないかなと思うんですけども、それにもかかわらずこの勝率っていうことだとですね、これ使う価値があるのかどうかっていうのがですね、微妙になってくる感じはするんですよね。でなぜそのような錯覚を起こしたのかなというふうに考えたときにですね、やっぱり気持ちいい勝ち方があるからっていうところがあると思うんですよね。で弓なんかに対してもですね、勝つときは本当に解消するということになってるので、それでなんか強い編成だなというふうに錯覚したのかななんて自分では思ってますけども、まあ今回の戦法詳細見ていただいてですね、魅力的だなと思っていただける方はですね、使っていただけたらと思うんですけども、僕の場合はやっぱり先日動画にもさせていただきました終戦北伐走のようなですね、編成の数字っていうのがあまりにも良かったっていうのを見てしまってるので、あの数字と比べるとですね、圧倒的に悪くなってるっていうのはですね、一目で分かることかなと思いますので、そのランダ3頭使ってさらに勘銀兵貫突アニメーション解放までやってこの結果っていうことだったらですね、他の編成を模索した方がいいのかなってどうしても感じちゃいますので、まあ僕は今シーズンで組むのを終えようかなというふうには思っております。でですね、今からですね、まあその突数が同じぐらいの部隊と勝負した時ですね、突数が13以上の部隊と勝負した場合はですね、どのような結果になるのかというのもですね、合わせて見ていただけたらと思います。
はい、いかがだったでしょうか。同じぐらいの突数の部隊とですね、適当にぶつけたら優勢引き分け異常率は 29% しかないということになってますね。まあ引き分けがゼロなんで勝率と等しいっていうところはあるんですけども、この数字はやっぱり寂しいなっていうところはありますよね。北伐層がこれ 69% ありましたから、やっぱりそのエスティア編成っていうのがいかに強いかっていうところが分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。でそのエスティア編成の北伐層をもってしてもですね、未だに天下無双って1回も出したことないっていうことになってますので、先行2万稼いだ天下無双っていうのがいかにすごいかっていうのはですね、分かっていただけるんじゃないかなと思いますけどもね。早く童貞を卒業したいなというふうに思ってますが、シーズン13は天下無双出せますかね。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。